クボの足がとんでもなく発達してます。筋肉の話かな。でもそれで言うと、うとクボって昔、へそ下に置いてドリブルするとき、相手かわすときの横ずらしみたいなのが、まあスペースもなかったのあるんだろうけど、横ずらしが小さくて踏み込みもその分踏み込めないから、キックに勢いのんないみたいなのとか、詰まっちゃうみたいなあったんだけど、直近のアシストのシーンもそうだけどさ、あれ、やっぱ、トラオレが走ってくれるからさ、内側にスペースが空いて、グッてさ、中に持っていけるっていうか、中に大きく、 このボールをずらせるんだよね。ここで、ちょっと赤で申し上げるクボを持ってます。ここの時に、前までこう、こう囲まれちゃったらさ、クロスの時も大きく蹴り出せないけど、ここをさ、バーってトラウラ走ってくれるから、その時に相手引っ張って、ここスペースある時にグって、あいあの自分から離れたところにボールを置いて、しっかり踏み込めるから、軸足踏み込む位置一緒だとしても、大きく踏み込んだところから蹴れるから、 ボール自体に勢いも精度も出るっていう。久保がアシスト今季増えてるのは結構本当にトラオレのパスを渡してくれるっていうのもあるし、中にその時人数揃ってるのもあるし、でそれに加えてキックの精度が良くなるような、まあ、状況が生まれて、まあもしかしたら、そのロングキックの時の踏み込みとかを意識して、まあ、その抜獣的な、ずらしたところから大きく踏み込んでみたいなやってるのかもしれないけど、それが去年とやり方が変わってないとしたら、逆に環境が変わってそうなってるって可能性ありますね。 日本代表の2列目は、フォワードの調子にもよりますけどね。でも僕だったら、久保と、久保伊藤、三認はスタメン外さないかな。うん、今の状況だと久保伊藤、三認は絶対スタメンで、あとは、鎌田と熊、ちせて、鎌田ゼロトップにして、2列目からみんな飛び出させるか、まあ、久保でもいいけど、まあ、なんか、その4人ありきで考えますよね。その3人か。3人プラス1人を誰にするかな、みたいな、その時に。久保合わないチームないんじゃないですか、普通に。あとはやっぱりビッグクラブで。 そういう、リバプールとか、マドリーとかだともう、ね、ライバル多いから、そこを勝ち抜けるかどうかみたいなね、そのライバル争いが、だってグリーン種でね、スタメンで出れなくなる世界ですからね、シティとか、リバプールだって、右ウィング行ったら、ね、さらの後が回って言われてるけどね、他も取ってくるでしょうし。そう、ソシエダ・ジローナ見てさ、あの、久保めっちゃ良かったじゃん。普通にもう、オン・ザ・ボールのところ超良かったじゃん。で、そのクロスなんだけど、やっぱりあれだったね、あの、タイタイが言ってたみたいに、その毎回言いいわけじゃないみたいな。 で、これやっぱり、まあ、みんなよかったらさ、なんかハイライトとかさ、検索したら出てくるから見てほしいんだけど、あの、E クロス上げたシーンって、足元からボール離せるんだよね。なんで離せるかっていうと、プレスバックないからで、サイドバックが釣り出されてたのか、ウィング戻ってきてはわかんないけど、2対1で囲まれない。サイドの突破の言いたいタイプって、まあ、いろんな、もう何回も言ってるから、ちょっと重複する人には申し訳ないんだけど、この整体してる状態だとみんなディフェンスだったら突っ込んできたら逆かわせるんだよ。ちゃんと懐にボールを置いてね。 加速できるへそ下に置いた状態だったら。なんだけど、これが横向いた状態だと当たられると、そっから反対交わしていくって難しいから、久保が正体してます、次の人が来ます。で、その時に、ちゃんと一人は抜かれないように立て切って、もう一人は横から寄せるって、横向きの久保に当たる人がっていう。それ自郎なほとんどできてないのよ。二人で行くシーンとかも、その L 字の挟み方をしないから、一対一二回で久保の場合は正体する相手変えてかわせるみたいな。で、 いいクロスの時は、その戻ってくる人いないから、かわした後にちょっと大きめに出せるのよ。で、大きめに蹴り出すから、踏み込み深くできて、ちゃんとボールの斜め下をスパンって蹴れてるみたいな。でも、そうじゃなくてうまくいったらしいって、やっぱ、ずらしが浅いから、ずらし浅い中で、ボールの下蹴って浮かすみたいなのって難しいんだよ。で、コーナーキックとかは、特に、やっぱりそこをちゃんと助走をつけて踏み込めて、ボールの下に足入れれるから、いいの蹴れてる。で、これが、多分、くぼって左サイドの方が、 クロスの質問いいと思う。これなんでかっていうと、久保の場合左利きでしょだから右サイドがカットインになるんだけど、カットインのクロスの上げ方って、ボールを足から離しにくいのよ。離しすぎちゃうと、あの、内側の選手の寄せがあるから。でも、左サイドだと、正対して相手の逆ついて、縦に行くとするじゃん。縦に行った時に離しすぎていいんだよ。中の選手がそれによって間に合うってないから。内側に行ったら中の選手間に合いやすいけど、外に大きく離す分、中の選手は、 ほとんどの状況で変なポジション取って外にいない限り、もう9割9分の状況で間に合わなくなるから、より一層、久保自体が大きく踏み込める状況なの。それがやっぱりこのクロスのシーンに現れてたな、みたいな。トラオレは久保にパスくれすぎて、え、えっていうかなんだろう。期待通りのあの、んだろうな。ほんと、元気ですかみたいなさ。それ見たかったっす、みたいな。あなたのそれ見たくて来ましたって感じがもう、それがね、なんか大技じゃないけどさ。藤原組長の脇固めみたいな。世帯古い。 知る人ぞ知る盛り上がる技みたいな感じで。あの、ツータッチでクボって。もうクボ見えたらクボっていう。名物になりそうでいい。クボはそこから右サイドからもガンガンドリブルでさ、もう抜けて当たり前みたいな抜き方。トラ俺ほんとすくぼにすぐパスくれる。さあクボ2対1で。おお、右で上げたいいよあははもったい決めてくれいいクロス上げたね 右でこれ上げれる選手だと、マジで退治するサイドの選手嫌だろうな。いや、2対1でこれ上げ切ってくれるのね。しかもベストなところに。で中野選手もさ、ライン下げ切ってなかったんであれ、本当はね、あそこまで深い位置にあのウィンガーがえぐったら、同じぐらいまで下がるじゃん。その方がヘディングしやすいから、お前に。中もちょっと油断してたんですよ。むしろスカウティングしてたから油断させたほうね。いや、今の決め切ってほしかったところですね。まあ、中で待ってたのがね、センターバックだから、ちょっと直線気味の弾道が難しかったのもあるけど。 いいところ受け,受けた久保、大外から入ってきて、でもまあ、シュートコース空いてなかったが、ここでね、来たよ。いやー、まあ難しいわな、どんどん角度なくなっていったからな。久保のね、クロスへのボールの受け方というか、クロス、呼び込めるタイミングの入り方と、その後のね、同サイドで裏抜けしたのとか、ちょっとベルナードシューバーっぽくてよかったですね、これ。これよかったね。スミメンディもいいボール出してくれたな。久保のね、ウイングからぐーッと入ってくるのは、あれメッシュの入り方だもんね。久保ね、久保も三笘も富安も,もどんどんできること増えて、 日本人生き残る人はね、自分で計算できますからね。トラオレ、そして久保でしょもう2タッチ目は久保でしょ <laughs> 大好きだわ、トラオレ、ほんと。ありがとう。そこからワンツーとかまではできないから、今の久保が悪いよ。トラオレがもう久保のやりたいこと分かり分かってくれすぎてて、ワンツーとかもね、できるって思ってやってくれたけどね。そこまでだから、久保に渡すまでだから、絶対に久保にくれる男。え、レッド 知り合い中に、あー報復行為的なね。この後の一発いらないもんな、これな。これは取り消されんじゃないさすがに。いや、これレッドはかわいそすぎるよね、さすがに。ほら、俺何喋って。いや、君はレッドだよ。そんなことより僕の久保へのパスを見てるかい君は確かにレッドかもしれない。でも僕は久保にパスを出すんだ。君がこのままレッドだろうが、レッドじゃなかろうが関係ない。なぜなら僕は久保にパスを出すからね。 今 VAR をチェックしてると思ってるだろう。違うんだ。僕の久保へのパスのリプレイを見てるんだ。久保にはパスを出すべきだがね。マフェオやペドラスはパスを出さなかっただろう。だからダメなんだ。レッドはなくなってほしいな。なぜなら僕は久保にパスを出すとこにみんなに集中してほしいからね。これでレッドが出たら、僕の久保へのパスも霞んでしまうだろう。僕は久保にパスを出すときはできるだけ少ないタッチ数で出すんだ。もう止める蹴るはもう止める久保を見る蹴るだからね、僕の中では。 止めながらも久保を見てるよ、僕は。これでレッドにはなんないだろう、さすがに。止める蹴るじゃなくて、止めつつ久保を見る久保に蹴るだから、うん。どっちかっていうとね、相手の方が挟んでるけどね。あ、これレッド出してこれはなしですよっていう。これさ、レッド取り消された時、そうそうありがとうみたいにするけどそれが普通なんだけど、ね、なんか命拾いしすぎてもう感謝の気持ちが出すぎるときあるよ。いやー、君はレッドじゃなくてよかったね。これで僕の久保へのパスを近くで見ることができるからね。よかったね。 11対10になったらちょっとテンション下がるしな。サディグ準備始めた。宴の始まりだ。トラオレが久保にパス出されるぐらいだったら俺らすぐ気づくだろうな。絶対2タッチアンダーで出すからな、久保に。サッカーしたいとか、契約勝ち取れたいじゃなくもう久保にパス出したい人。トラオレはコーナーキックの時にこうカウンター要因なんだな。いいよ。トラオレ。で、トラオレは渡してくれんだよ、久保に。そうなんだよ、トラオレいいやつなんだよな。分かってんだよ、トラオレは。トラオレはいい感じ後ろ作り直すんだよ。 きたーうっ結果止めるんかい久保チャンスメイクリズくないあとトラオレかわいい。トラオレかわ一番好きかもしれないこのトラオレ。あまりトラオレも一位になっちゃったもん。もう今、じトラオレはもうあまりの時代よ。エクストピンには見習ってくれ、久保に。久保じゃん、三度まに。やばいね、久保ね、本当に。あ、トラオレが拾ったってことは久保近く行った方がいいな、これ。いや、トラオレ、トラオレには結果を出してほしいな。もう普通にラリーが代表する選手だな。 マルミ絶対取るだろうな、これな、ライキー。お、これもらえたんじゃないこういう仕事もしてくれるからな。ジョニー・ワスクスポーチャイとト。マンチェスターシティがワスクダービーにスカウトを派遣したそうです。久保武さんの視察の可能性あります。全然あると思います。だって久保武さんも、キャラクターがさ、もうベルナルド・シューバーのさ、もうそのまんまそれが、そのまんま後継者になるみたいな。ウィングもできて、中盤もできて、守備の強度高くて、自分で仕掛けられて、みたいな。 かゆいところに手が届くっていうさ。あとはお金とか。マドリーが当然ね、スペインであんだけ結果残しててさ、そうだからマドリーに行くのかマンチェスタシティなのかっていうので、環境を変えたくないとか、スペイン慣れてるからね、久保からしたらマドリーの方がいいんじゃないかって僕は思ってるんで。マドリーいるとロドリゴとか、今後エンバペ入ってくるかもしれないしとか、でシティだとね、 ペップの後の後監督にもよるけどそうだから、まあ久保次第だけど、マドリーかシティかでさ、どっちのエースになりますかって、選んでくださいって言われるような日本人が出てきてるわけだから、そんな嬉しいことはないっすよね。久保の前、賢いんで、もうそのチームに足りないとこやれんのよ。だから、先輩たちが上がりすぎちゃったりとか、サイドのパスコースつなげてなかったりすると、トップ下でもっとセルフィッシュに振る舞っていいのに、低い位置来てパスつないでくれたりとかするからだから、久保がちゃんと久保の仕事に徹するような。 そういうチーム作れたらいいですけどね。だからソシエドだとさ、相手強かったらまた違うけど、久保が右サイドでさ、突破い生かしながらチャンスメイクするウィンガーやれるじゃん。あれがチーム機能してないと久保までボール来ないから久保下がんなきゃいけないってなるからね。だらそれは日本代表でよくあることなんで、正直蓋開けてみないと分かんないですね。カナダがどんなチームかも分かんないし。ただその、いる選手たちの質的には絶対日本の方がボール持てるから、持てる質を無駄にするようなことをまあしないでほしいなって思いますけどね。 え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいねチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。どうぞどうでした。バイバイ。